皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢ひろゆです。どうも、本日はですねこちらにございます、富士フィルム用のタムロンのレンズですね。11-20の F2.8 というレンズ、新発売のものをご紹介したいと思います。富士フィルム X を使っている方で、成形写真にチャレンジしたいという方にはですね真っ先におすすめしたいレンズです。はい、それでは行ってみましょう。こちらのレンズ、11-20 の F2.8 はですね、今回富士フィルム X 用で発売されたんですけども、ソニーの E マウント用でですね以前から発売されていたものです。そのソニー用のですね11-20の 2.8 は私以前にこのチャンネルでですねご紹介させていただいてるんですね。こちらにその動画がありますんで、よろしければそちらも見てみてください。でその時にですね、あまりにも良かったっていうか、ああ富士フィルムでこのレンズ欲しいなっていう風に本当に純粋に思ったので、タムロンさん富士フィルム用で出してくださいとその動画の中でも言ってたんですけど、ついにその願いが叶ったということでですね、大変私は嬉しいです。でまたこのレンズですね、発売前から実は私使わせていただいててですね、タムロンさんのホームページにあるレンズインプレッションの記事でもですね私執筆させていただいてます。概要欄にリンク先貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。レンズの性能をそのままストレートに伝わるようにと思って、基本的には取手出しの画像というか画像処理を激しくしてないものを載せているので、なんか自然にどういう写りをするのかっていうのがお分かりいただけると思います。参考にしてみてください。私富士フィルムの X でずっと星撮影してたんですよね。でそれで、私のそういった、姿勢というか活動を見てですね、私お客様も成形写真が X で撮りたいと、どのレンズがいいですかっていうのを結構聞かれることが多かったんですよ。ただ富士フィルムのレンズってどうしてもね、画角広角側がちょっと弱くってですね、あるんですけど値段が高いんですよね。8-16の 2.8 とか、30万近くするのかなあれね、とか最近出た 8mm の F3.5 とかも広角なんですけど F 値がちょっと暗かったりとか、10-24の F4 かは F4 のレンズで、これまたちょっとレンズが暗いと。でいつもおすすめしてたのが16の F2.8 っていうレンズですね。レンズはすごい小さくて、小型軽量で写りもなかなか良くてですね、成形写真にも使えるレンズだったんですけども、24mm、35mm 換算で 24mm なので、どうしてもねその画角がちょっと足りないというか、もうちょっとワイドなやつ使いたいよなみんなっていう感じだったんですね。だからサムヤンの魚眼レンズとか、そういうものをですねおすすめしてたんですね。だから純正品でなかなかこれっていうものがなかった中で、タムロンさんがやっと出してくれたんですね。そこの隙間を埋めるように、11-20の 2.8 F2.8 素通しで、35mm 換算で 16mm から30mm って感じですかねの、ズームレンズになります。何よりすごく小型軽量で、これ今ボディにつけてるのは XS20 ですけども、 XS20 かなんですけども、すごく小型軽量にマッチするレンズになっています。その成形写真を富士フィルム X で始めたいっていう方にやっとおすすめできるレンズが出てきたなっていうのが、私の純粋な思いですね。それから私 X ユーザーとして、そのなんていうか動画もね富士フィルム撮ってるんですよ。でこの動画もXH2S かで動画撮影してるんですけども、こう Vlog ってねあるんですよね。こう自分をこう撮影して、撮るっていうスタイルのものがあるんですけども、これをやるときにどうしてもねその 20mm よりもワイドなレンズじゃないと、なんていうかおじさんの顔が結構大きく映ってしまうというか、背景までがっぱり入らないっていうのがあったんですね。で F 値がですねなるべく明るい方がいいっていうのが私あって、 Vlog 動画撮影の時はやっぱり背景にねこういろんな人が映ったりしますから、そういうプライバシーの問題からですねなるべく背景をぼかしたいということで F2.8 は必ず必要だなということで、こういう感じでねこういうスタイルで撮影するときに、
F2.8 で 20mm よりもワイドなレンズっていうの欲しかったんですけど、これもねやっぱ純正ではなかったんですよ。でそれがタムロンさんが出してくれたと。ちょっと試しにこれ撮ってみましょうか。例えばまあこれ XS20 なんで Vlog モードにしておきますけど、こうやってやると、これが20mm の状態ですね。 35mm 換算で 35mm、 それからこれが11mm の状態、 35mm 換算で 16mm の状態ですね。でフォーカスもですね、これ、RXD が入ってるので、フォーカスがです、非常に速いですね。そして静かです。とても静か。はい。で、これだけワイドになってくると、背景の情報もすごく多いですし、自分の顔も、なんていうか、こういう感じじゃなくて、小さめに映るので、非常にその情報の伝達のしやすいものになっています。小型軽量なので、こうやって手に持てても、なかなか疲れにくいっていうことで、非常に Vlog にも適した、動画撮影のレンズってことですね。これから成形写真の撮影、それから Vlog の撮影を始めたいっていう人は、とりあえずこれ買っとけばいいよっていうふうに言える、真っ先におすすめできるレンズ、になってます。はい。じゃあ実際どういう写りするのかっていうのをちょっとパソコン画面でですね、写真を見せながら解説したいなと思います。でまずは星の撮影をした時の写りっていうのをちょっとお見せしたいなと思いますんで、はい、この辺で見ればいいかな。ちょっと暗い写真なので、少し明るくして、はい、やります。ちょっと露出アンダー気味になるとこうやってちょっとねグリーンかぶりしやすくなるので、老眼同時にねこれグリーンを切るっていうようなことをしてみると、このグリーンかぶりっていうのが、撮れるようになると思います。でですね、実際の製造星の写りなんですけども、まあ、星の写真ってね、全部星は点なのでしっかりと点で写るかどうかっていうところがポイントなんですが、中心の製造は非常に、このようにですねシャープに写ります。で、周辺の製造はですね少しこういう風にですね流れて写ります。まあ、これはですねレンズの性能っていうのももちろんあるんですけども、日周運動ですね、地球が自転しているんですけども、その地球の自転の影響で周辺になればなるほど地球の自転の影響が出てこう流れやすくなるっていう感じですね。まあこれを、完全にキャンセルにするには赤道儀を使うか、もしくは短いシャッタースピードで済ますっていうのが必要になってくるんですけども、まあ、短いシャッタースピードで、済ますにはねどうしてもその F2.8 だとちょっと厳しいところがあるので、多少こういう風に流れるのはしょうがないのかなという感じなんですね。ただ、一つ二つかな、お伝えしておくと、まず色収差ないですよね。この星のこの周りに、青くなったり紫になったりみたいなそういう色がついてないんですよ。まあ、そこがすごくすっきり写っていて、いいなと。画像処理していくとねこの色がねどんどんね浮き出てきたりとか、あとその画像処理の過程でさっき緑を切りましたけど、パープルとかブルーとかをカットすると本当モノクロみたいな写真になっていくんでね、なるべくそういう色っていうのはカットしたくないんですよ。だからこう色づきが非常に少ないっていうのはポイントが高くて使いやすいポイントになってて、それからサジタルゴマフレアっていうのも見えないですね。横にビヨーンってなんか星が伸びるような現象もないので、まあなんていうか鋭い直線になってますから、そういった意味でもですねこうパッと見た感じ嫌な感じしないんですよ。ここがこの嫌な感じがしないっていうのが大事で、周辺までビッチビチの手で撮れればそれはそれでいいんですけど、そうするとまあレンズが大きくなったりする、あとは価格も高くなりますよね。これ10万円切ってんですよ。はい。なんていうかコスパですよね。そこそこの製造、撮影ができて、そして、小さく軽く値段が10万円を切る安さというところがポイントなんですよ。やっぱ手出しやすいですよね。周辺原稿とかもそんなに目立たない感じしません？これ今何もいじってないと思うんですけど、そうです、何もいじってないです。周辺原稿補正何もしないので、あでもレンズプロファイルは入ってますね。レンズプロファイルは入ってますけど、周辺原稿補正は何もしてない状態なので、まあそれでこれだけ映るんだから本当にコスパに優れたレンズじゃないかなと思います。富士フィルム X でこれから成形写真始めたいなって人には真っ先におすすめっていうのはこういう写りと値段のコスパですねとの関係があるんですね。皆さんぜひこれですね使ってみていただきたいなと思います。追加で説明しておくと、これ 11mm と 20mm の状態あります。これの製造についてもちょっと確認をしたいなと思います。これはあのインプレッションの記事でも使った写真なんですけど、これ 11mm 側ですね。まあ、周辺は
少し流れますが、これは日臭運動の影響じゃないかと。で、色づきがなくて差し障るコマフレも出てないので非常に使いやすいですよというのはまあいいですよね。で、20ミリの状態ですね。35ミリ換算で35ミリの状態だとどうなのかというと、中心も鋭いですし、周辺も、色づきもなく、それから差し上げコマフレームもなくっていう感じでできてますよね。で、まあこっちの方が線で流れてないのは、あのワイドじゃなくなるので、やっぱその日臭運動の影響っていうのを受けにくくなるっていうのがまず一つあると思います。レンズを向ける方角によって、この日臭運動の影響を受けやすいエリアとそうじゃないエリアがあるので、レンズを向ける方角にもよるんですが、この方角ですね、まあ南東というかほぼ南に近いところです。星の流れ方がまあこんぐらいで済みますよということで、あの11ミリ側も、すごく、使いやすいですし、20ミリ側ズームしても、いいですよということで、焦点距離全域にわたって、成形写真で使えるっていう感じですよね。で、広角マクロのところちょっとご紹介したいと思うんですけど、このレンズですね、めちゃめちゃ近づけるんですよ。というかタムロンのこのいわゆる便利ズームレンズって、すごく近づけられる特徴があって、例えばですね、まあ、ここに写ってるこの写真ですけども、これ上にね、ハーフ ND フィルターをかけてるんですね。あの撮影の状況の写真ここに載っけときますけど、こんなに近づけるんですよ。すんごい近づいて撮影できるんですよね。あの F14 ちょっと絞って撮影すると、背景がそのボケすぎずに背景も写って、なおかつ手前のこのアジサイですよね、アジサイも写すことができるっていうことで、すごいそのなんていうか遠近感の出る写真が撮れるんですね。私この広角マクロ大好きで、でタムロンさんのレンズってなぜかあの6月に依頼が来ることが多くて、多分、まあ、ボーナス商戦の時に出したいとかいろいろあるんでしょうけどね。このアジサイとそれから雲海の写真ってよく撮るんですけど、この撮影がね楽しめるんですよね。こういう広角マクロ、風景写真の中にそのマクロの、要素が入れられるっていうのはすごく楽しいところなんですよね。なので、こう広く、写真を撮ってもいいし、広角マクロでこういったダイナミックなね構図の写真を撮ってもいいですし、あのもしくはですね、 35mm 側で、こうスナップ的に使うっていうのも、こういうスナップ写真のように使うっていうこともできるので、すごい便利なんですよこのレンズ。だから1本持っておくと写真も動画も両方、楽しめるレンズじゃないかなと思うので、まあ、何度も言いますけど、富士フィルム X ユーザーにはですね、一番におすすめしたいレンズじゃないかなと思います。まあ、純正レンズもいいんだけどね、その純正レンズでね行き届かないところをこうタムロンさんが補ってくれるという感じですね。はい、というわけで、今日の動画は以上になります。このタムロンの1120の F2.8 ですね、使って皆さんもぜひ衛星系写真や Vlog、トライしてみてはいかがかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもどうもー。